江戸時代の京都画壇でキングと言われた男も、後々の丸山派があって四条派というものが近代続いていく、その一番大元を作ったのが、丸山応挙も写実的に描くよということでも一世を風靡して、当時は狩野派とか土佐派ももう言うこと何も言わせへんでっていうぐらいもう圧倒的な力を持ってたのがこの丸山応挙の、絶筆がこの保津川図屏風というものだったんですね。で、丸山応挙というのは生涯にわたって水というものをめちゃめちゃ描くことにこう頑張って集中してたんですよ。なぜかというと丸山応挙というのは写実的に描く、リアルに描くっていうことをめっちゃ大事にしてたんですけども、水ってリアルに描けないじゃないですか。形変わるしね、いろんな表情があるから、なかなかあ描き切ったと思ったらあれまた違う表情があるみたいな感じで、お水っておもろいなということでいろいろ描いてた中で、最後の最後に到達したのもやっぱり水だったんだな、しかも京都の保津川やったんやなということで、日本の風景を描いた珍しい作品がこちらの保津川図屏風になります。